ペットをめぐるトラブルを防ぐため各地でさまざまな取り組みが行われていますが、杉並区では今年度中を目標に飼い猫の登録制度が実施されることになりました。杉並区では去年1年間で295件猫に関する苦情が寄せられました。鳴き声や悪臭といったペットのトラブルを解消するため、杉並区では新たな取り組みが始まろうとしています。杉並区は人と動物とが共生できる区を目指し、去年3月、学識経験者など10人で構成する検討委員会を発足させました。飼い猫の登録制度は会議や区民との意見交換会などを重ねた検討委員会が具体的な施策案をまとめた最終報告書に盛り込んだものです。飼い主のいない猫の鳴き声や糞尿の悪臭といった苦情が多く寄せられることから、提言には登録者の飼い猫に観察をつけて識別するほか、適切な飼い方が書かれた猫登録者手帳を登録者に配布するといった内容が示されています。外で飼っている方、また不妊措置とかはかわいそうだからということで、そのまま自然のままですね、増えるに任せるという方がいらっしゃいます。ただそういった飼い方がですね、なかなか都市では、苦情の原因になっていると。登録をすることによって、そういった自覚を持ってもらったり、また保健所との接点ができると。保健所に登録をしてきた、していただく方にそういったアドバイスもできるということです。区の担当者によりますと、飼い猫の登録制度は神奈川県厚木市など3つの自治体で実施されていて、苦情が減るなどの効果が出ているということです。杉並区では今年度中に任意で登録制度を始め、制度が定着した段階での条例化も検討しています。登録制の方がいいわよ、飼い主がわかるからね。猫の鳴き声とか少なくなればいいなと思います。責任感みたいなのやっぱり持てるっていう感じになるのいいことだと思います。一方、登録制度には反対の声もあります。この男性は杉並区内の公園で飼い主のいない猫に毎日餌を与えています。だって飼い主だって飼う資格のある人間が飼ってんじゃねえんだから、みんな自分とこが住めなくなって捨ててっちゃうんだから。じゃあその登録制をやってもいいんだろう、意味ない全然。また地元の動物病院などでは、犬と違う習性を持った猫に対して登録制度で効果を上げられるかどうかという疑問の声も聞かれます。杉並区では飼い猫の登録制度以外にも、猫の飼い主を対象に飼い方教室を実施することなどでペットをめぐるトラブルを防いでいく方針です。